皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のダークテイルズは期間限定である霊物が手に入るイベントが復刻しているっていうことで、今更なんですが、ハッピー国何が今回変わっているのかっていうことを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずハッピー国見てください。こちら皆さん、またハッピー国かっていう方結構いらっしゃるんじゃないかと思います。ただ今回ハッピー国ただ変わっただけではありません。実はここ卵の中はなーに、ショップを見てください。これ何か変わったの分かりませんか？トフィー、鏡、オーロラ、この3つだけだったと思うんですけど、なんとガレーの庇護というね、こちらの霊物が実は期間限定で取れるよっていう風なものになっています。え、これって今まで取れなかったのっていうところあるんですけども、実は霊物のところ見ていただくとイベント限定って書いてあるんですよ。で、今回このイベントでついに来たっていうところになるんですが、じゃあこのガレーの庇護ってわざわざ課金しまくって取る必要あるの？そんな杖のどうなの？っていうところを今回解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみにこの 1,2,3,4,5,6 あるじゃないですか。この6つ取らないといけないというふうに考えると、150、そしてガレーの庇護、6つ合わせると900？まあ、これ、持ち越しできると思うんで、確か持ち越しなんですよ。前回の分私持ち込んで今86なので、それ考えたら、まあ、今回別に狙わなくてもいいっていうのがまず一つ目。性能的にもこの後解説していきたいと思います。こちらですね。ガレーの庇護。ここになります。じゃあどんな性能か見ていきましょう。まずアクティブスキルということ。敵全員に比例攻防ダメージの 100% プラス1000ダメージの物理ダメージを与える。というふうにまず書いてあります。100% プラス1000ダメージってどれぐらいなんだっていうことになるかと思います。こちら地獄の自殺を見てください。こちらの物理ダメージとほぼ同程度の火力。つまり霊物の中でもトップクラスの火力を誇るというふうに思っていただければいいと思います。まあ、ただ、こちら地獄の自殺の場合は、相手へのデバフ効果というところも入ってきますので、これはまた全然違う霊物だというふうに思えます。そして、ダメージは分かりました。じゃあその他の効果どうなんだっていうところになります。後列の仲間の火ダメ免除プラス 5%。これが2ターン継続解除不可というふうになっています。じゃあランクを上げていくとどうなんだっていうことなんですが、こちら見てください。次のランクプラス 8% っていう風に書いてありますね。お、じゃあ結構火ダメ免除するじゃんっていうことですよ。レベル6になったらダメージ量がプラス 100% になり、中高率のランダムな味方一体にブロックシールドを付与するという風に書いてあります。これがレベル10になるとブロックシールドを3体まで付与するということになります。ブロックシールドは1回のダメージを無効化にする。これが1ターン継続する。TOT のダメージ、霊物スキルに無効というふうに書いてあります。つまり、相手の攻撃1回だったら、防いじゃうよっていうようなシールドを3体まで付与してくれるということ。まあ、これあくまでレベル10になったらの話なんですけど。で、レベル6の場合、1ターン。じゃレベル6まで頑張ってやりゃいいじゃんって感じなんですけど、ハッピー国のあの、素材の量見ました？つまり、今すぐ手に入れようかなと思うと、めちゃくちゃ卵割らないといけないんですよ。パッコン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 って割り続けないといけないので、正直、じゃあこのガレーの庇護取れるかっていうと現実的じゃないと思う。なんつっても今、アナスタシアの新スキンとか来てるし、ドロシー来てるし、さすがにこのハッピー国のガレーの庇護狙うのは正直、今じゃないと思います。霊物の中でも、確かにブロックシールド付与、強いですよ。強いですけど、その他にも、めちゃくちゃ強い霊物、あるんですよ。特に、私がおすすめしたいのは、まあ、回復系とブロックシールド付与というと、こちら人魚の歌。こちら人魚の歌があるんですよ。正直、こっちでいいんじゃないかな。人魚の歌なんかは、この、レベル10になった場合に、
ブロックシールド獲得するっていうのね、まあこちらの効果もあったりしますので、正直じゃブロックシールドバン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 やる後列の火ダメ減らすっていうより、こういった回復系の霊物をつぎ込んでおいた方が耐久性比較的上げやすいと思うんです。なんつっても回復するし、ちょっと現実的じゃないなっていうところで、霊物としてはまあそこそこ強いとは思うんですけど、まず手に入れにくいということ、めちゃくちゃ手に入れにくいということ、これが難点かなというふうに思います。ですのでハッピー国でじゃあイベント来てますよってなるけど、今すぐは取れない。しかも取るんだったらソフィーとかオーロラ、そして鏡の女王のそちらから狙った方がいいので、ガレーの庇護はもし狙うとしても一番最後になるかと思います。まあこれ以外にも今後その他のアクティブスキルは来るんじゃないかというふうに思います。例えば水晶連撃、こういったものとかもね、今のところ共有しかできない。じゃあどうやって手に入れるんだ、悟空もどうやって手に入れるんだっていうことあると思います。これらもおそらくハッピー国で今後来るんじゃないかなというふうに予想しますので、今後ハッピー国、じゃあ次来た時ガレーの庇護はもう手に入らない可能性もあります。霊好きな方はじゃあ霊物も取るかっていうふうに思ってもいいかもしれないですが、正直私はおすすめしません。ぶっちゃけこの他の霊物の方が優先度が高いと思うんですよ。ティア的にも先ほど言った3つ、そして人魚と、そういったところからガン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 使っていくものになっていますので、ガレーの庇護手に入れても採用率は低いと思います。もし使うとしたら、夫人は怪盗または言っても疾風ぐらいの場合じゃないと採用率は低いのかというふうに思います。効率がやっぱりね、火ダメダウン、そしてブロックシールドっていうふうになってます。それ以外の夫人を採用する人はそもそも使わないんじゃないかというふうに思います。ということで今回は急に復刻、そして限定で手に入るガレーの庇護、これって取るべきなの、課金してまで狙うべきなの、性能ってどうなのということを説明してみました。いかがでしたでしょうか。今後もダークテイルズね、楽しんでいこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。